今年の4月において、隣国産の診断キットを、米国のメリーランド州知事が大量購入し、トランプ大統領からの反発にあっていましたが、トランプ氏の判断は正しかったようです。なんと、以前購入した診断キットに欠陥が発覚し、代替品を用意するための費用が別途かかっていたという事実が明らかになったとのこと。記事によると、米国メリーランド州の株価購入した隣国産シンコロ診断キットに欠陥を発見し、追加費用を出して新しいキットに交換したと、ワシントンポスト WP が20日現地時間報道した。WP によると、メリーランド州は、去る4月18日から2度にわたって、隣国のラップゲノミクスが作成したシンコロキットレプゴン50万個を空輸してきた。当時は、米国の診断キットが不足している時で、隣国の婿として知られているラリー・ホーガン知事は、大々的にこれを知らせ、隣国に感謝の意を表した。実際に、隣国系の妻であるユミ・ホーガン夫人が、キット確保の過程で、かなりの役割を果たしたことが分かった。キットの購入にかかった費用は、キット価格900万ドルと送料46万ドルなど946万ドルというのが WP の説明である。メリーランド州は検査を処理する研究所が必要 ICMD と CIAN など2カ所依頼した。ところが ICMD はこのキットに問題があることを発見し、続いて地方当局者もキット内の部品が受注前の食品医薬品局 FDA に提出したものと一致しないことを知ることになったと WP は伝えた。メリーランド州政府は隣国で新しい診断キットを受けることにし、5月21日に初の代替キットが到着した。このキットは FDA が承認した内容と一致していたが、250万ドルを追加で支払ったことが分かった。 WP は州が診断キットを交換した事実を正しく公開しなかったと指摘した。キット到着後1ヶ月が経っても検査が行われるというニュースがなかったため、州議会議員は公聴会などを通じてこの問題を指摘した。公開品が正常品という保証はどこにもないわけで、てか50万個不良ならむしろ次も相当数が不良って考える方が妥当だと思う。安物買いの銭失いが、これほど当てはまる場面は少ない。これ、さあ、会計監査を突っ込んだらどうなるのかね。どう考えても、不適切会計&税金の浪費だろ。州の方で公表したくないってことは、知事がポッケナイナイした疑いがあるね。普通のアメリカ人なら、訴訟を起こしてるだろ。ちょっと、いろいろとおかしなことが満載ですが。まず、代替キットとして用意したのも、また、隣国産という、事実、隣国産をそこまで買いたがることに疑問を感じます。軽貿易が、世界の標準となった。トムンちゃんは自画自賛していましたが、その診断キット、実際は偽造した部品を機関に届け、欠陥が多発し、結局は使い物にならなかったとのこと。さらには、18日の報道によると、18日0時基準、隣国内のシンコロ新規感染者が313人増え、累計2万9311人になったと発表した。新規感染者は、前日230人より83人も増加し、300人台となったようです。さらには、シンコロのワクチンにおいても、契約が後回しにされ、これだけ感染者が増加しておきながら、無駄な見栄を張るように、政府は、ワクチンの入手は急いでいないと言及しています。自国の誇る軽貿易、そのクオリティ値には不安しか導かないですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。本日のニュースはいかがでしたか？チャンネル登録、高評価もお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。